新大地方3つの湖の危機を救うため立ち上がった三綱は、次々に銀河団の幹部たちをぶっ飛ばしていく。最後の H 校を救う前に喫茶キシティで一休みした三綱一行は、雪国に住む色白美女のハニートラップに引っかかり、かつての仲間を失ってしまう。二度とポケモン交換をしないことを誓った三綱は、ジムリーダースズナをぶっ飛ばし、7つ目のジムバッジを手にしたのであった。ポケモン界の神。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲーム実況者のミツです。第14回目ポケットモンスターシャイパーやっていきたいと思います。シャイパーシャイニングパールですね、やっていきます。よろしくお願いします。さて、前回はですね、無事、ジムバッジ7つ目をゲットいたしまして、はい、来たね来たねーなあれ、前回手に入れたばっかりなのにもう来たいんだけどはい、7つ目のジムバッジを手に入れました。もうここまでさ、全部汚れてんだったら元からこんな色でしたっつってもなんかね疑われることないような気がしますけれども、まあいいや。あと残すは1つのジムバッジとなりました。で、8つ全部集めればポケモンリーグに挑戦できるというわけでございます。はい、で、その前にですね、ミツナちゃんは行かなければいけないところがございまして、はい、H 湖ですね。まだ湖の問題が解決しておりませんので、最後の湖 H 湖の様子を見に行って、で、今回はおそらく伝説ポケモン、うん、太陽になると思います太陽ってなんだあの、いい言葉が思いつきませんでした今で、まあ伝説ポケモンイベントをこなした後に最後のジムバッジを求め、こちらですね、なぎさシティに向かうと思うんですけれども、コンパートでは多分、伝説ポケモンのイベントをこなして終わりになっちゃうと思います。まあ、銀河団編ですね。そちらをこなしておしまいだと思います。はい。で、そんな H 湖に向かう前にですね、スタメンの強化をしておりました。あとね、ポケモンを捕まえたりしておりましたら、スタメンがもう一匹決まりましたよ、皆さん。お待たせしました。さあ、ニューメンバーのゆきめちゃんです。まあ、ゆきめちゃんについてはね、他の実況シリーズで、確か捕まえたことはあったんですけど、はい、ゆきめの子ですね。氷ゴーストということで、やはり氷が欲しかった。うん。なぜなら、ガブリアス対策ですね。やっぱり氷がいないとガブリアスはきついので、スタメンに入れたいと思っていたし、前々からね、ゆきめの子はスタメンに入れてみたいなと思っていたので、この子を捕まえました。この子を捕まえたっていうかね、まあ、進化させたんですけれども、持ってる技はこんな感じです。吹雪ドレインキス、シャドーボール、氷の粒で。で、もともとね、氷の牙を覚えていたので、吹雪を覚えるときに、氷の牙を消すか、粒手を消すか悩んだんですよ。威力を取るか、命中率を取るか。で、まあ、申し訳ないんですけれども、S はまあ、高いんですけど、粒手を残しておきました。で、最後ね、四天王に挑む前に技マシンとか見てみて、まあ、粒手よりいいものがあれば、それをね、覚えさせてもいいのかなと思ってます。で、フェアリー技もね、この子しか覚えていないので、まあ、優先的に取っておきました。はい、ゆきめの子ですね。で、見ていただいて分かります通り、全員レベル70まで上がってしまいました。あの、ゆきめちゃんのね、レベリングに付き合っていたら、全員レベル70まで上がりました。さあ、残すところスタメンは、あと一枠残ってはいるんですけど、まあ、いろいろ調べたんですけど、候補になりそうなポケモンがいなくてですね、もしかしたら本当に最悪の場合は、この5体で四天王に挑みたいと思います。まあ別に6体にしなければいけないっていうルールでもないので、別に、納得がいかないのであれば、この5体で行ってもいいのかなと思ってます。今のところまだ不満はないです。まあそれはそれでありなのかなと思っておりますので、よろしくお願いします。さあ、スタメンはいいとしても、ボックスですね。こちら6体のポケモンが新しく仲間になっております。はい、ゲーピちゃんですね。ピッピを捕まえました。野生で出てきました。で、月ネシはまだ使っていません。進化させておりません。はい。まあ、散々ね、ピッピ、ピクシーは進化させてるので、他にね、月の石が必要なポケモンで、まだ図鑑を埋めてないポケモンがいれば、そっちに使っていきたいなと思ってます。リングマですね。ヒメグマが、地下の大洞窟で出てきましたので、捕まえて、レベリングして進化させました。この子こんなに、あれなんだね。猫背だったんだね。熊のくせに。熊のくせに猫背っていうね。リングマとか使ったことないですね。何を覚えたのこの子。メタルクロー甘える眠るいびき。あー。
なるほど。どうなんだろうね、カビゴンより強いんですかね。あんまり使ったことはないんでね、よくわかりませんけど。で、あるルカリオですね。預かっていた卵が帰りまして、リオルが生まれたので、夏季進化させました。レベル31ですね。まあ、まあまあまあ、普通に懐いてくれたって感じですかね。まあ、マリルリとかカビゴンに比べれば、かなり早かったんですけれども。うん。まあ、格闘鋼ですね。で、あるについては、ポケモンのホワイトだかブラック2のどっちかの実況で確か活躍しておりましたので、ぜひご覧ください。で、ヤマコということで、雪の王ですね。七かまどにそっくりなポケモンが出てきました。草氷ですね。まあ、前回の、事務戦で、鈴名が使っておりましたけれども。はい、雪の王ですね。まあ、草氷ということで、炎にクソ弱いという感じですね。はい。で、ニューラですね。ニューラは野生で出てきました。ヤマトくんですね。今回は男の子。で、鋭い爪を持たせて進化させることができるんですけど、鋭い爪を持っていないので、ニューラのままになっています。マニューラは一番好きです。ポケモンの中で。で、鬼氷ということで、まあ、雪目の子がいるんだったら鬼氷も用意しとこうということで、レベル47まで上げて進化させました。はい。鬼氷ですね。めっちゃ浮いてるね。こいつ絶対氷悪だと思ってたんですけどね。初めて見たとき、悪タイプっぽいのに悪ついてないっていうね。氷、まあ、だけでした。はい。タンでしたね。という感じでしょうか。これで6匹のポケモンが新しくボックスに追加されました。さ、じゃあ、紹介も終わったところで、はい。もういつでもこの四天王に挑めるぜパーティーでやっていきましょう。さあ、H 子に向かいましょう。お前も湖のポケモンを？勇気のなんか暇なやつだ。いや、お前らも相当暇だろ。こんなところで。ずっと立たされてかわいそうに。と思ったんですけど、まだ水菜ちゃんの格好を紹介してませんでした。すみません。こんな格好になってます。なんか大人っぽくなりましたね、急に。そんなに足出しちゃって。まったく。おじさんは心配ですよ、これ。いろんな意味で心配ですね。まず変な男に目つけられないかっていうのもあるんですけど、あと寒そう。この格好。女子はすごいよね。本当に。で、プレイ時間が5757。あ、58に変わっちゃいましたね、今ね。58に変わっちゃいましたけれども、57時間ぐらいやってます。これ髪型どうなってんの？なんていう髪型なの、これは。すごいね。セットするのが大変そうですけど。さ、じゃあ行きますか。ちょっと大人っぽくなったミツナちゃんが、銀河団をひねり潰したいと思います。あ、ハリア、ピクって。何をされてんだ、お前は。じゃん、銀河団め。もう終わり？あなたのポケモンはまあまあでも、あなたが弱いものね。いや、ポケモンも弱いと思うけど。それでは湖のポケモンを助けるなんて無理な話。ジュピター姉さんも寒そうだな。ポケモンチャンピオンだって諦めた方がいいわね。うん、それはそう思う、本当に。それにしてもここ寒すぎるわ。トバリのアジトに戻りましょう。いや、私も戻りますよ、一緒に。あら、あなた白帯で会ったわね。ご無沙汰してます。いい？これから銀河団はみんなのためにすごいことをする。だからポケモンがかわいそうとか、くだらないことで私たちの邪魔するのやめてほしいわけ。遠張りのアジトに乗り込んできても意味ないのよ。乗り込んでも無駄よ。では失礼。絶対乗り込んでこないでね。おう、どうした負け犬。どうしたどうした。そうだよ。銀河団相手に何もできなかったんだよ。後ろの水が綺麗ですね。あのユクシーとか言われていたポケモン、すっごく辛そうだった。そうだな。俺、強くなる。おお、まあ、勝手に頑張れ。なんか、勝ち負けとかそういうのじゃなくて、強くならないとダメなんだ。ほう。なんか筋トレでもするんですかね。プロテイン飲んでね。頑張ってください。で、トバリのアジトに来いっていうことだったんで、そちらに向かいましょうか。おお、いなくなってる。いなくなってるぞ、門番が。じゃあ、あった。トバリシティですね。さあ、じゃあ今度はビルに殴り込みですね。さあ行こうぜ。銀河トバリビル、夢は宇宙へ。うん。とは言ってもだな。あ、なんか落ちてる。見逃してたね。ポイントアップ。やったぜ。前に来た時見逃してたんだな。どうだ、このアンテナ。うん。お前は？ああ、これなんかやったか。多分前に話しかけたんだな。倉庫の鍵なんてし、ああ、なんだ。ピッピならギエピー持ってるからあげたんだけど。やったぜ、倉庫の鍵。じゃあ、ここに来る意味はないのか、もしかして。
こんにちは。いらっしゃいませ。こちら銀河団アジトではなく銀河帳ビル受付です。宇宙エネルギー自由に使えると素晴らしいと思いませんか？お姉さんが素晴らしい。なんだこの機械は。で、開かない。我々銀河団は奪えるものは全て奪う。いらないものは全て捨てる。おお、すごいな。断捨離がうまいんだな。それが銀河団のポリシー。いいね。こんにちは。ここで銀河団は新しいエネルギーを生み出すべく日夜研究しているのさ。ほう。お姉さん、お子様ね、大きくなったら仲間にしてあげる。中身はおっさんなんですけどダメですかね。見た目は女、中身はおっさん、その名もってダメなんだろうな、きっとな。じゃあとりあえず倉庫に向かわなくちゃいけないんですね、先にね。で、多分カードキーかなんかが手に入るんでしょう。ここかな。前に来た時は入れてくれませんでしたが、こんにちは。よよ、どうしたことだ。君は鍵を持ってるのかい？入団希望です。持ってるかどうかは知らないけど、倉庫の鍵はアジトの前にいる仲間が持ってるはずだよ。ありがとう、親切に。あれ、そういうことじゃない。子供にも優しいね、ゲームになってますね。はい、倉庫の鍵使いましょう。使った倉庫の鍵は根元から折れてしまった。あらー。じゃあお邪魔しますね。はい。なんか落ちてる。闇の石。闇の石。こりゃムーマに使うしかねえな。お、こりゃ長いぞ、きっと。戦ってくか、じゃあ。あれ？銀河団に入って5年。未だに出世できません。君はじゃあ、多分仕事ができないんだな、この人は。で、ここは多分開かないんだよね。はい、鍵がないと開かないと。さてさて、じゃあうろついてくぜ。いた。さあ懲らしめていきましょう。迷子の迷子のポケモントレーナー。はい。なぜ歌った。遊びましょう。そうか、君が報告にあった銀河団に逆らっているポケモントレーナー。こんな子供だとは思わなかった。銀河団の幹部たちが手こずらされたと聞いていたので、ね、ここに来た理由はわかる。エムル、アグナ、ユクシーの3匹のポケモンのことだ。あのポケモンたちはもう必要ない。君が引き取ってくれるなら処分する手間が省ける。あ、じゃあ3匹とももらえますよ。自由にしたまえ。だがその前に銀河団に立てつく君の力見せてもらえ。まあ、見せるのは構いませんけど、もう身も心もズタズタにしてありますよ。さあ行きましょう。言うてレベル差ありまくると思うけど、どんぐらいだろうレベルね。さあ来るぜ、闇カラス。あはあ。飛行タイプか、めんどくさいですね。さあ行くぜ、相棒。どうすっかな。入れ替えたいところなんですけど、悪飛行だからな、雪目ちゃんに変えるわけにもいかないな。しょうがない、ここはもうご了承でいきましょう。葉っぱ買った。レベル40か。挑発、ヘイカモン。まあ言った相棒攻撃技しか持ってないけど。さあ葉っぱ買った。はい、終了。いいな、闇カラスもね欲しかったんですけどね、残念ながらシャイニングパールでは出てこないということだったんで。ニューラ。さ、じゃあハオルくん行こうか。ハオちゃんごめんな、いつもくん付けで呼んじゃうけど、ハオちゃんよろしく。はい、ニューラ。じゃあ燃やしていきましょう。バオー。はい、一撃。前回戦ったね、スズナちゃんと、ニューラが人気なんですね。てかあれか、マニューラか。ゴルバット。はい、ゴルバットか。じゃあ、ゆきめちゃん出してみよっか。散々ね、地下の大洞窟で、ゴルバットを餌にしていたゆきめちゃんが登場です。さあ、初陣だ。最後のポケモンか。お前がな。お前がびっくりしたわ。ゆきめちゃんが最後かと思って。レベル40。さあ見せてくれ、吹雪。あれ嫌な音。いやさあ防御が下がる。
しかしゆきめちゃんは吹雪を決める。あれゆきめちゃん、まあまあまあ言うてね、言うてレベル差ありますから。さあ決めてくれ。はい、一撃つぶてやった方が早かったかもしれないちょっと不安ですね、吹雪は。やっぱ霊媚とかな、覚えさせた方がいいんだろうな。面白い、そして興味深い、実に興味深いやめろ。おお、いいね、お金いっぱい手に入りました。なるほど、強い。そしてその力の源はポケモンへの優しさというわけだ。もったいない、そんなものはまやかしだ。見えないものは揺らぎ消えてしまうものなんだ。死んでしまえばなくなるものだ。それ言ったら元も子もねえけどさそれは死んだらみんななくなるわな、何もかも。だから私は全ての感情を殺した。まあいい、君とは分かり合えないだろう。全ての感情を殺したらあなた生きていけないと思うけど、ただ一人で来た君のその強さと勇気を認め、これを進呈しよう。なんだ、金でもくれんのか。やった、マスターボール。そのマスターボールはどんなポケモンでも捕まえる究極のモンスターボール。すげえもん作ってんな。だがこの私には必要ない。君たちトレーナーのようにポケモンをパートナーとはしない。他の銀河団のようにポケモンを道具にもしない。私はポケモンの力を私自身の力とする。なんだそれは、なんか取り込むみたいな感じか、人造人間みたいな感じで。はあ。湖のポケモンたちを助けるならこの先のワープパネルに乗るがいい。では私は天眼山に向かおう。わざわざ行き先を教えてくれる。そう、君と初めて出会った場所、そこから頂上に登り全てを終わらせる。いや、全てを始めよう。ほう、優しいですね。わざわざ行き先を教えてくれるって、これなんだこれガチャガチャ押してな、なんか野望を食い止められそうな気がしますけど、まあいいや。とりあえずじゃあこの先に行けばいいのかな。お、なんだ。いや、銀河団を手伝っていたが今回の実験は。怖え怖え、緑の液体の中に何か浮いている。なんだ、サイヤ人かサイヤ人の子供が入ってんのか。ブロリーがいいんじゃないかブロリーですさすがに何も言えない。それに作り出されたあれ、一体何に使うのかしら。ほう、作り出されたあれ。お、ユクシーが閉じ込められている。瞳を閉じて苦しそう。ほう、エムリットが閉じ込められている。尻尾を引きずらせ苦しそう。こっちはアグダムが閉じ込められてる。体を震わせ苦しそう。どうも。お前、ポケモンを助けるためにわざわざここまで。いつものことながらボスの考えはわからない。なぜこんな子供を自由にさせておくのか。私たち銀河団は必要なものを独占し、いらないものは捨てるだけ。やっぱりその断捨離精神なんだな。まあいい、せっかく来てくれたんだ。銀河団なりのもてなしをしよう。それに湖でやられたそのリベンジもある。いや、ボスでも勝てなかったのにあんたが勝てるわけないでしょ。まあいいや、じゃあ幹部戦いきますか。スタターン。ジュピターお姉さんと戦いたかったんですけどね、しょうがない。じゃあお金だけもらっていきましょう。さあ行くぞ相棒。さあ相棒跳ねる。はっぱかった。まあもうユンゲラーの時点でね、もうこいつには友達がいないんでしょう。フーディにできないんだろうな、きっと。かわいそうに。ただその気持ちはよくわかるぜ。ドーミラー入れ替えましょう。さあ相棒チェンジのハオちゃんよろしく。はい、もうドーミラの相手ばっかりさせられてかわいそうだけど。さあ出てきたな、ジャムおじさん。さあ燃やしてけ、ファイヤー。はい、さあジャムおじさん撃破です。全然レベル上がんねドクロック、ドクロックか。あー、じゃあアフラでいこうか。さあ4倍の頭突きをかましてやりましょう。アフラン、アフラン。さあドクロック、
さあこの2匹とも両手を上げてますけど何のポーズなんでしょうか。さあ頭突き、はい終了。格闘タイプのポケモンにも勝るこの頭さすが頭痛をね抱えていただきあるな。強いだが哀れだな。いやそっくりそのまま返すわ。6000円しかくれませんでした。お守り小判を持たせても6000円か。けっ、なぜお前はそんなに強い。まあいい、この3匹はお前が好きにしよう。このマシンのボタンを押せば自由にしてやる。どっか行っちゃうのかい。はい、ポチッとな。助けましょう。ああ出てきた。うわー消えた。ボスは3匹の体から生み出した結晶で赤い鎖を作り出した。赤い鎖？それこそが天眼山で何かをつなぎ止めるために必要なものらしい。ほう。もっともボスが天眼山で何をするつもりなのか私も知らないがな。へえ。あ消えたそれだけ言い残して去ってったぞ。いきますか。なんて夢のような夢のようなバトルが待ち構えてるのか。これは今すべてが終わり、そしてすべてが始まる。この赤い鎖を使い異次元の扉を開いてやる。そして私のためにその力を使え、空間を司る神話のポケモンパルキア。お呼ぶのか。幹部たちは見なくていいのかな。めっちゃ気にしてそうだけど。おお、ダークマターダークマターが出たぞ。おお、すごい、まるで映画のような展開。おお、なんか出たよ。来た。あ、口あそこだったんだ出た、気持ち悪い。これで全てが破壊される。全てがなくなり争いもなくなる。そりゃよかったね。このねじれていく空間私にしか止められない。相変わらず気持ち悪い。スーパーファミコンの色してるああ。これが神王を生み出した神話に残っているポケモン、空間の神パルキア。ガキャキャー、今の世界を私が望む究極の世界にするように新しい世界を作り出す。そして私はこの世界での神となる。すごいな、なんかデスノートみたいなこと言い出したぞで幹部がお待ちかねと。そんなに急がないで。ボスと戦いたい気持ちなんとなくわかるけど、先に私が。マジか、それは願ったり叶ったりですね。あなたには今まで散々酷にされてきたしね。その次は私。あなた強いかもしれないけど、私たちも本気出すよ。いやもうダブルでかかってきてください。お、なんか。待てってんだよ。俺がいないのに勝手に面白そうなこと始めるな。お、なんかザコが来たぞ。誰かと思えば、エイチコで泣いてた男の子じゃない。泣いてたんだ、恥ずかしい。ちょっとは強くなったの？いいわ、2対2で戦いましょう。いや、いいです。私は、マジか。しょうがない。まず実況を見せたのか。しょうがない、ここはもう実況せざるを得ない。なんだこれはなんだこれは。そしてお前もなんだこれは。ドーニャーかけるドーニャーか、きついな、めんどくさいな。しょうがない、アッパラッサー自信で切らせたところだったんですけど、しょうがないな。さあゴンベル何の音を使ってるか分かりませんが、リベッサー発揮した、めんどくさい。早く一回、そうだな、こっちのやつがいいわ。さあこいつのゴンベル何をするんでしょうか。これで自信とか舐めるって言ったら僕は怒りますけど、パニって第2。あ、こいつか、ほうリベッサーか、まあしょうがない、ゴリ押すしかない。ここはアッパラッサーで片方落とします。で、失敗し、任せよ。しかし、で、こいつのゴンベは、はい、まあ、しょうがないですね。飼い主にいたんでしょう。さあ、ゴリボックス、まためんどくさいな。めんどくさいしか出してこないな。よしともいいけど、時間もったいないな。あばよろしく。チェンジ。あぶだあぶだ。お、どんな、いくんだ。スカタンケ、トンボ返り。くそ、なんだこの交換の試合は。全然進まんぞ。世界大会じゃねえんだよ。ほんとに、4人愛してる場合じゃねえんだよ。もしかしたら、さらに。ああ、乗った。おお、マジっか、やるじゃねえか。さて、どうするか。
ように。ああ、僕も食らう。まあ、さらばゴンだ。さて、いい感じ、当てて。よし、とりあえずこれでなっと落とす。えっ、そっか、リベンターか。重い。くそ、思った以上めんどくせえぞ。こいつら、アイアンフォースはなんでアグラに打ってくれ。あ、ちょっと、ゴンだ。惜しい、惜しいぞ、頑張れ。なんで私くそ、負けた。さあ、ゴンどうする、のしかかる。なんでこっちに打つ。アホ、うにゃっと言うちゃよかったのに。ああ。さあ、いいタイミングで下が抜く方向、もうめんどくさいな、リセットめんどくさいですね。どうするかな、スカタン仮に落とすか。インファイト、マジか、こいつの方が足早いわ。なぜもうインファイト使ってしまったんだお前。まあいいけど、毒出せ。まあアクラは効かないとして、ああ負けてる。レベルが抜きん出てるとはいえマキには勝てない。さあ戻ってきました。じゃあどうすか、頭突きで戻った。インファイトしかすることがないのかな、こいつは。で、食べる。あーもうクソ、無駄に長い、無駄に長いぞ、この戦いが。ドクドク待て、私バーチャー、全然アブのパワー回ってこないんだよ、そんなに遅いぞ、この子。速攻が下がる。あーアキラ、お前さっき何もしてねえぞ。なんでこの顔見て長いんだよ。収録時間がもったいねえぞ、これ。何気にお前長時間撮ってるから心配なんだが。てか、お前も早く切れるわ。いい加減。クソ、はい、ドクドク、はい、ターバー抜く方向。さあ、もうこいつ何やってんだ。まったく、ゲップ、何それ。え、ゲップって何。知らなかった。よし、オッケー、もうアクラが動きでも待ってくれればね。こんなやつ相手がいいんですけど。さあ、合格、おお、進歩してる。おお、じゃあアクアテール、やっと使ったんけ。インファイト、インファイトしかお前らすることねえのか、ほんとに。すげえな、バカみたいにインファイトしてる。はい、もう一匹いいよ、まず誘惑。うん、マジから合格で出してよかったんじゃねえ。お、なんだ、食べ残し変えたのって。巻きってる、なんかゼロっと。ちょっとアクラの巻き率が高いな。そんな初代みたいに 50% じゃなかろうに。カイングルの、おー、すごい、持ち技をどんどん披露してくれますね。やけどを追う。さあ、ハイダーの続き回復。そして、アクラの続きで。さよなら、バイバイよ。オッケー。無駄に手こずった。まったくもう。あー、まだいるの？そりゃ、いたな、こいつ。え、まだどうでもいいんだよ。どうでもいいんだよ。はい、カインブルもおしまいでしょ。はい、終了。あー、長かった。はい、終了ね。これなら私一人で戦えばよかったわ。まったくだな。ふん、強くなってもね。だけどボスにはかなわない。なんてか、そっか、ボスとも戦わなきゃいけないのか。へん、俺のポケモン強いだろ。いや、お前似立てされてんじゃねえか。俺も強くなれるんだよ。とはいえ、今はこれが限界かな。これ使ってやる。はい、どうも。くそ、無駄に食らったからな。あとは、逃げるんかい。おい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 、おお、パルキア、これはなんだなんだ、進化でもすんのか。パルキア進化。素晴らしい、美しい、まさに新しい銀河の宇宙の誕生だ。おお、ニューコスモス。いつまでどうやってんの。顔の変化、なんだ、来るぞ。くぅーぴーちょっとこの子だけ声がやる気ないですね。さあ、それぞれ幻のポケモンが来てなんか解いてくれました。助けてくれたわけだな。あ、消えた。いいとこ持ってったな、あいつらな。おお。お、なんだお前。ああ、消えた。何だったんだ。めっちゃ驚いてる。赤い鎖が崩れなくなってしまった。それになぜ新事故のポケモンエムリットがお前のそばに現れる。いや、それよりもだ、銀河が消えただと。許さん、あの3匹もう一度捕らえ、赤い鎖を作り出してやる。その前にお前を叩きのめそう。多分ボスの方が簡単に倒せそうだな。めっちゃ怒ってる。そんな怒んなくてもいいじゃないっすか。さあ、じゃあ行きますか。つっても数分前に戦ったばっかりだけど、ドンカラス、いつの間に進化させた。ア
ほー。さあ行くぞ相棒。とは言ってもちょっときついか、ドンカラスは。飛行技何持ってるか分かんないんですけど、ちょっとじゃあまあいいや、とりあえずリーフストーン、ちょっと粘ってみよう。おら、リーフストームで半分か。結構耐久ありますね。エアカッターやっぱり持ってる。まあ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 、4分の1削られたところで意味なし。さあ葉っぱカッター、葉っぱカッター多分2発はいるんだろうなと思ったけど倒せた。やったぜ、さすが相棒、レベル差パネーゼ。ギャラドス増えてる。ギャラドスか、どうしようギャラドスどうすりゃいいんだ。しょうがない、水には水だ。くそ、岩タイプの技も雷タイプの技も持ってねえ。くそ、めんどくさいな。威嚇が刺さりますがしょうがない。ここはさあ行くぜ。おら全然入んない。ひるんだ、ナイス。さすが副リーダー、やってくれますね。よいしょ、地震。まあまあまあ、ギャラドスの地震程度だったらこんなもんよ。あ、外した。地震が刺さりますね。またつってもその前に倒しますけどね。おらよっと、ひたすら頭突きをかましていく。ナイス急所。まったくギャラドスごときがゴルダックに勝てるとは。マニューラ、さあチェンジでハオちゃん行こうぜ。さあ犬 VS 猫行きましょう。あおー、さあ行きましょう、因縁の対決ですね。どっちがペットにふさわしいか決めてやりましょう。ワオー、マニューラ破れたり。でも僕はどっちかというと猫派です。さらばだマニューラ、またな。おめでとうユキメちゃん、レベル71。あ、クロバット、S では向こうだろうな。クロバットか、どうするか。ユキメちゃん行く。S ではか、どうだろう、レベル差でさすがに勝てるか。さあ頼むぜ。ここまで私を追い込んだこと、それは認めてやろう。さあクロバット、さあ決めたれ吹雪、いけ。おら、ナイス、やったぜ。それ喜ぶよな、かわいいなお前。ナイスユキメちゃん、認めるか神話の力を。従えたのではなく我が物にしたというのに。我が物にできてたのかな。いや、パルキア使ってくるとかだったら分かりますけど。お前にとって本当の究極とは何だ。あんまり考えたことないけど、本当に美しく輝く幸せを知ってるのか。まあいい、私はいつか必ず神となってみせる。そして究極のものを自分のものとしてやる。まあ人間は神にはなれねえんじゃねえか。ああ消えてった。あれ動かせねえぞ。ああ、なんだお前ら、何しに来た。おうおう、空間の神パルキアが怒っているのか悲しんでいるのか、ただ私には密なを待っているように見える。ほう、何を試そうというのか。行け、いみつな、パルキアと向き合うのだ。その心の声を聞け、思いを確かめろ。ほう、そうすれば赤い鎖で無理やりと呼び出され、力を使わされたパルキアの暴走も止まる。なんだかそう思えるのだ。へえ。みつな、さっきハリアに会ったよ。みつなのこと信じてるって。いや、あいつ逃げただけだぞ。お前なら大丈夫だかなって。僕も同じだから、あのポケモンだ、助けてよ。銀河団に無理やり呼び出され苦しんでるポケモンを。あこれ、あはい、わかったよやりゃいいんだろ。ちょっと待ってね。じゃあ行きますか。ガチャチャチャ。こいつレベル何なんだろう。
50ぐらいかな。誤って倒しちゃいそうな気がするんですけど。さあパルキア現れました。さあ行くぞ相棒。レベル何ぼ？プレッシャー47。低い。どうすりゃいいんだこれ。どうすりゃいいんだ。なるべく威力の弱い技でちょんって、ちょんって葉っぱカッターちょっと球種で当てちゃう可能性があるので、ギガドレで様子見るか。ちょっとリーズ相棒、ちょっとで、ね、よし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 、そんなもんだ。いいぞ。原子の力言うてそんな効かねえ。そんな効かない。よし、もう一丁だな。もう一丁ギガドレでちょっとリーザ、ちょっとで。よし。さあどうする。もう一丁入れるか。悪空切断、なんだそれは。どう。結構入ったな。いや、もう一発入れたらちょっと怖いな。いや、ここはハイパーボールを使いましょう。そい。さあどうだ。ですよねー。ですよねー。悪空切断。うお、結構入るな。おい、ピンチだな。どうするかな。メガドレインは、ハイパーボールで。さあどうだ。ダメですね。全然ダメです。切り裂かれる。一か八かギガドレイン使うか。赤になってくれればいいけど。あーダメか。倒しちゃいますね。これ倒しちゃったらどうなんだろう。ダメかな。ワンチャンない。あーないね。よし、捕まった。いや、アクアリング使われたからちょっとびっくりしたんですけど。よっしゃ、捕まえた。もうボロボロですよ。パルキア、空間ポケモン。平行して並ぶ空間の狭間に住むと言われている神話に登場するポケモン、水ドラゴンですね。やったぜ。意外と苦労したな。さあニックネームつけましょう。鮭。やったぜ。やっと終わった。地味に時間かかったぞ。ビツナ、お前は何という。よくやってくれた。本当によくやってくれた。これほどドキドキしたことは60年の人生で初めてだ。ほう。博士ったら、あの後いろいろ調べて、これでミツナのことすっごい心配してさ、こんなところまで来たんだ。初めから来ればよかったんじゃないの。それにしてもミツナ、無事でよかった、よかったよ。ま、お前に心配されるようだと、まだまだ私の実力も。なんだ。誰の未来も、誰の世界も、何者かによって奪われるものではないのだ。で、ミツナ、それではポケモン図鑑、楽しみにしておるぞ。いや、もう完全に完全に私一人に任せてますよね。はい。で、この先になんかあるんじゃない。なんかそんな気がしたんだけど。ほら、なんかあるよ。白玉。ほう。なんだ白玉って。なんか美味しそうな名前だけど。白玉？これか。パルキアに持たせるとドラゴンと水タイプの技の威力が上がる美しく輝く玉。じゃあ鮭に持たせとくか。ほらよ。よし。じゃあ、そしたらもうここにいる用もないので、次はどこに向かえばいいんだ？ああ、なるほど。次のジムですね。じゃあ一旦、あれだな。トバリに変え、なんで？なんで使えねえんだよ。
さ、というわけでポケモンたちも回復して元気になりました。よかったよかった。ということで今回はここまでにしておきましょう。いやー長かっためちゃめちゃ収録してたんですけど、編集するのが大変そうになりそうです。次はナギサシティの様子を見に行こうということで、最後の事務戦が待ち構えているわけですね。女性ファンの皆さん、お待たせしました。イケメン事務リーダーがきっと出てくるでしょう。私は嫌いですさあ、そんなこと言わずにね、進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よし、じゃああとは事務リーダーぶっ飛ばしてポケモンリーグに挑めば、ついにこの実況シリーズも完結という形になると思いますので、よろしくお願いします。 Twitter とブログやっておりますので、ぜひぜひ覗いてみてください。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。